時村らの奮戦により徳川秀忠の軍勢は足止めされた。だが関ヶ原の戦いは西軍の敗北に終わる。勝者となった家康は幸村に黒山への蟄居を命じる。信行の思いを汲み取った幸村は命に従った。事実上の天下人となった家康は江戸に幕府を開き、徳川政権の安定のため豊臣家に臣従を求めた。しかし豊臣家はこれを拒否。ついには徳川家に最後の戦いを挑むべく挙兵する。豊臣家は九度山の幸村に参陣を求める。幸村は密かに九度山を出し大阪城に入城した。対する徳川は天下諸侯に号令して大阪城を囲む。その包囲軍の中には幸村の兄信行の姿もあった。真田の将、大阪の陣。家康、ただその首一つを取ればいい。どうかしたのか？どうかしたって、周りどこも敵でいっぱいなのに、そんな涼しい顔して幸村様、まるで綺麗だな。いつだったかこんな桜を見上げたことがある。あの時も胸が高鳴った。本当綺麗。この桜、来年もこんな時期に咲くんですかね。ああ、また一緒に見られますかね。ああ、雪村様、最後までお守りします。だからだから死なないで。完全に囲まれちゃってるじゃない。混沌を楽しめ。素敵。でもあの大筒が目に入らない？あんなもの打ち込まれたら城壁にだって穴が開くわ。いやよ、私、着物が焦げるのも顔がすすで汚れるのも。大丈夫、私がついてるんだから。家康の思い通りには絶対させない。でも幸村様の心は決まってる。きっと一人で敵本陣に。それ明暗、突っ込ませればいいじゃない。だからあんたは黙ってて。まさに混沌。だから幸村さんを殺させなきゃいいの。私たちが体張って守るのよ、その不幸な男を。うん、それしかない。よっしゃ、みんな踏ん張っていくわよ。ありがとう、みんな。大阪城は完全に包囲されているが。わ、任せといて。彼らは秀頼様をお守りし戦い抜く。乱世を生きたモロノフの意地をここに示す。行こう。雪村様、ついていきます。だから置いてかないでくださいね。こんなにがっつり囲まれて勝てると思う？
男ってほんとバカ。真田丸は防衛の要、敵も放ってはおかないだろう。寄せ来る敵を撃ち、真田丸を守れ。状況を最悪、逃げれば勝ちよ。頭がいい人間ならどうするわ。もう最後まで抗いたい。あの男のせいで、私の中にはあの男に。おお、やるではないか。状況で抗うか。諦めの悪い奴はいるな。降伏してくれないかね。根こそぎ切り捨てな。任せといて。趣味じゃない。私とあなたの中でもね、手加減してね。突然の雷に打たれてもいいならそうする。あれでやきもち焼く可愛いところもあってね。相変わらず食えない男ね。じゃ、力づくで膝まずかせてゲット。やるわね。私も負けてらんない。救援コール。お前のために
といて。負けらんないのよ。剣を抜かせないでほしいんだがね。見せてあげる。汗かいちゃったじゃない。よし、城内への侵入は食い止められたな。城に大筒を打ち込み揺さぶりをかける。急ぎ準備にかかれ。開門。
せ。今竜となる。ドナ、お願いです。イナも行かせてください。カナダ丸への攻撃は陽動だった。見せてあげる。その武勇、あやかりたい。私に関わるから不幸になるのよ。急げ。解剖。お母様、私に勇気をください。本田忠勝が娘ヒナ、いざ尋常に勝負。私に関わるから。いいわ、こうになるのよ。負けない。貴様を踏み台に竜は天に昇る。負けてしまう。
汗かいちゃったじゃない。本陣にて家康の首を取る。雪村様、止めたりしません。だから最後までそばにいさせてください。家康様は撃たせん。開門。あたしに関わるから不幸になるのよ。過去どの豪の者がいようとは。お前を手柄にする。覚悟せよ。兄上、家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。
覚悟はできている。花と千尋はこの雪村の役目なれば、兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村守っていく。